ットでランナーを一塁に置いています。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。改めてお聞きしますが、変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックス青木、先ほどの打席で先制となるスリーランホームランを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。ツーアウトランナー一塁です。これは内へ外れます。おっつけて打ちました。これはどうか、レフト線フェアです。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁二塁。初球は何から入ってくるか、豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。5回終わって3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、このピンチの場面、しかしここは内野フライに打ち取ります。先制を許しません。3回の表、ピンチの場面だったんですが、ここはしのぎます。両チーム無得点のまま回が進みます。その裏、ツーアウト一塁二塁で3番バッター青木、甘い球を見逃しませんでした。スワローズこの一発で先手を取ります。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは大島、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。スワローズリードで迎える6回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあそうですね、一発だけは気をつけたいですよね。丁寧なピッチング心がけてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。インハイ空振り、窮屈なスイングになりました。ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは2番平田、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。石川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目打ちました。さあどうだ、センター掴んでツーアウト。バッターは3番アルモンテ、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。まあここは注意していかないといけませんよね。そうですか。ツーアウトになっています。落ちる球できました。ストライクになります。ワンボールツーストライク。ボールになります。さあ次のボールが勝負ですね。なるほど、打ちました。ショートが取る、
一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。6回の裏、スワローズの攻撃。5番バッター塩見、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。引っ張った、レフトへ打球伸びる、大きな当たりもこれはレフトが取りました。打席には6番バッター雄平、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウト、ここは送球が間に合っています。7番バッターエスコバー、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はハワイアという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。2アウトランナーありません。この回のスワローズ打線ですが、2球でアウト、あっという間に2アウトです。まあ簡単に打ってしまいましたね。引っ張った、高橋、一塁へ、一塁アウト、3アウトです。この回スワローズ三者凡退です。6回終了、3対0、スワローズがリードしています。里崎さん、ここまで無失点、見事な投球ですよね。まあ本当そうですよね。素晴らしいピッチングだと思いますね。まあおそらくイメージ通りなんじゃないですかね。はい、この投球どこまで続けることができるんでしょうか。ボールになります。ボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、ワンボールツーストライクです。ここはバッターがゾーンを広げて対応してきますから、より厳しめにいきたいですよね。なるほど、そうですか。打ちました、エスコバー、アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番高橋、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。内へ低めの変化球、ノーボールツーストライク。改めてお聞きします、この高橋どういったタイプの。インサイド落ちました、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順は6番阿部、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。2アウトになっています。打ちました、セカンド取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、スワローズの攻撃に入ります。7回の裏スワローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。祖父江がマウンド上に上がっています。バッターボックスは8番島、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。スワローズリードで迎える7回の攻撃です。西さん、点差がありますんでここは自由に打たすところですが、どうですか。まあ当然そうなりますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。内へ低めに変化しました。次が4球目、打ちました、
この当たりはどうか、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあノーアウトで追加点のランナーを置いています。そしてバッターはピッチャーの送ります、祖父江、一塁送球アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。やはりランナーがいると初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。ここは見ます。アウト、ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには山田が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあここでの追加点は相手へのダメージも大きいですから、なんとか得点に結びつけたいですね。なるほど、そうですね。まあここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。次が3球目、センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、バックホームする、センター前ヒット、山田ヒットが出ます。ドラゴンズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の橋本。しっかりつなげてきましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番の青木が入っています。際どいコース見送っています。さて西さん、バッターの青木、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、左は特に苦にしてませんね。右左関係ないタイプですね。ああそうですか。さあ走りやすいカウントになっています。4球目は何で来るか。インサイド打った、セカンドの左、抑えた、一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。7回終わって3対0ヤクルトスワローズがリードしています。8回の表、7番から始まるドラゴンズの攻撃、京田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。スワローズリードで迎える8回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあこの点差だとまだ分かりませんから、集中を切らさずに投げてほしいですね。確かにその通りですね。ファウルになります。打ちました、流しました、レフト線へ打球伸びる、三塁線落ちてフェア、強打、これが自身本日の初ヒットになります。ノーバッターボックスには代打の福田。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。
このピッチャーはクイックが得意なんで要注意ですよね。なるほど、そうですね。ここはバッターがフルスイングしてくるカウントですね。打ちました、いい当たりだ、大きな打球、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。スワローズ1点差に詰め寄られる一発を浴びました。ストライクを取りに行ったところ、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。代打に浴びた一発でした。これで1点差まで詰め寄られています。もちろん警戒はしていたんですが、痛恨の一発を浴びてしまいました。まあなんとか抑えたい気持ちが裏目に出ましたね。ここで1点差まで詰め寄られました。スワローズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手のマクガフ。バッターボックスには代打の遠藤。